君の脳直接届く妄想ルのプライムです。前回のね、最後見た時にあのすごい早めに更新しますって言って気づいたら年明けてましたすいませんでした。まあね、続きやっていくんですけど、私人殺しをしました。皆さんが泊まりに来たあの大雪の晩ですと告白をし始めました。僕たちは固唾を飲んだ。私はあの日、買い出しのために車で出かけました。買い物を終えてペンションに帰る途中、猛吹雪になり、ほとんど前が見えない状態になって、行き慣れた道ですから、私は勘を頼りに無理やり車を走らせました。こんな吹雪の中を歩いている人がいるはずないと、そういう思い込みもあったんです。京子さんが顔を引きつらせたのが分かった。ペンションへ通じる細い坂道に入った時、窓から漏れる明かりが見えてきて、ほっとして気が緩んだのかもしれません。私は一気に坂を登ろうとアクセルを踏みました。そしたら、ああ。みどりさんは言葉を切った。再び話し始めるまでにはたっぷり1分はかかった。ボンネットに何かが当たったような気がしました。まさか、と思いました。でも、何かが崖下へ落ちていくのが見えた気がしたんです。再び長い沈黙があった。私は気のせいだと思い込もうとしました。でも結局は車を止めて崖下を覗き込みました。そしたら、京子さんがみどりさんを食い入るように見つめた。みどりさんはその視線に気づいて顔を背けた。赤いスキーウェアを着た女性が、雪に埋もれるようにして倒れていました。崖の上からは10分以上見つめていたんですが、その人はピクリとも動きませんでした。私は頭の中が真っ白になりました。人を殺してしまった。どうしよう。私はそのまま車に戻り、その場を去りました。多分、跳ねたというよりも、軽く後ろから押してしまったんだと思います。でも雪の上ですから、あの人は足を滑らせてしまった。きっとペンションに行こうとして、吹雪で進むことも、戻ることもできなくなっていたんでしょう。それを私が。見殺しにするつもりなんかありませんでした。信じてください。絶対に殺してしまったと思ったんです。生きていたなんて思わなかった。もし知っていたら。みどりさんはすり泣いた。ペンションに戻った後は、吹雪と寒さが見せた幻覚だったと思い込もうとしました。だから2日ほどして、死体が見つかったと聞いた時には、目の前が真っ暗になりました。新聞を見ると、私よりも若い女の子でした。でも、跳ねられたなんてどこにも書いてなかったし、事故死となっていたんでほっとしました。まさか。みどりさんの声が大きくなった。まさか。京子おばさんの子供だったなんて。私は死体が見つかったと聞いてすぐに、それまで断っていた敏夫さんのプロポーズを受け入れました。そして二人でペンションを辞めたんです。その日から今までずっと新聞で見たあの人の顔を夢に見るんです。私は人殺しです。京子おばさんに殺されても当然です。さっきは助けられたけど、もう逃げも隠れもしません。みどりさんは締めくくるように言った。ちょっと待ちいいな。加山さんが口を挟んだ。だからといって、あんたを殺してもええということにはならん。あんたは法の裁きを受けなあかんのや。あんたは今みんなの前で罪を告白した。あとはそれを償わなあかん。それ以上のことは誰にもする権利はない。敏夫君、奥さんを連れて館へ戻っとき、大事に休ませたってくれ。くれぐれも妙な気を起こさんようにな。敏夫さんは強くうなずくと、今にも倒れそうなみどりさんを抱きかかえるようにして小屋から出ていった。なんで加山さんが出しゃばるねん。どうして私に黙っていたんだ。小林さんがとがめるような口調で言った。ごめんなさい。岸猿家のことは人には知られたくなかったの。特にあなたには。京子さんは僕たちの方に向き直ると、
切迫した声で言った。私はごく最近になって、幼い頃に生き別れた弟が生きていることを知ったの。驚いたことに、彼は作曲家になっていた。懐かしさのあまり連絡を取ったわ。手紙や電話のやり取りが何度かあって、私が娘を殺されたと知ったとき、弟はどうしても私に協力したいと言ってくれたわ。私はたった一人の血を分けた弟に、そんな罪深いことの片棒を担がせるわけにはいかないと言ったんだけど、たった一人の姉の娘だからこそ、何か手伝いがしたい、と弟は言ってくれた。京子さんは絞り出すように言った。恥ずべきことだとは思ったけれど、一人でこの計画を完成する自信もなくて、少しだけ弟の手を借りることにしたの。今は、後悔しているわ。私はどうなっても構わない。でも、弟は手伝っただけなの。正岡さんに電話してもらったり、テープをかけたり、電気を消したりしただけ。何も悪いことはしていないわ。悪いのは、ただ、この私一人。その後、京子さんは貝のように押し黙ってしまった。僕たちは急に老け込んだ感じの村上さんと、もうすべてを吐き出してしまい、抜け殻になってしまったかのような京子さんを、ただ、見つめていた。何か音がするな。波の音みたいだけど。三木本さんがつぶやいた。確かに聞こえる。これまでにはなかった低い響きが。もしかしたら島が元に戻ったんじゃないか？それやったら帰れるで。そういえば、夕方になったら迎えの船が来るはずよ。そう言ってかなこちゃんは小屋を飛び出した。恵子ちゃんと加山さんもそれに続いた。おい、待てったら。まだ確かめたわけじゃないだろう。三木本さんも慌てて後を追った。マリは、小屋の中でうなだれている小林さんに近寄ると、一緒に行きましょう、おじさん。ああ、だが、小林さんは京子さんを見た。だからおばさんも村上さんも一緒に。ねえ、行きましょう。マリに促され、小林さんは京子さんの手を取った。僕たち五人は連れ立って丘を降りていった。海岸に着くと、すでに三木本さんが双眼鏡を遠くの岩礁に向けていた。霊の低い響きは、ここに来ると一層強くなったようだ。どうなんです、三木本さん。僕はぜいぜいと荒い息をつきながら言った。見ろよ。岩礁は水面下に沈みかけている。島は元に戻りかけているのだ。円環が壊れかけている。もうすぐ帰れるぞ。僕は踊り上がりたい気持ちになって双眼鏡をマリに渡そうとした。しかしマリは受け取らなかった。そして岩礁ではなく、ごく近くの海岸を指さした。あれ、何かしら？それは、長い生物だった。長さは6メートルぐらいあるだろうか。ヘビかしら。いや、海蛇の類ではないことは僕にも分かったが、それなら何だと言われると答えようがない。魚だろうか。でも鱗がなく、ギラギラと不気味な銀色に輝いている。頭部は小さく、赤い髪の毛が何本も伸びていた。なんとも気味の悪い生物だ。と、突然、マリが口ずさみ出した。スコムシ村の村の衆、強者強者と泣いてござる。何が強者と、蛇子が聞けば。アクタレイたちの風の神も、輪っかがほどけりゃ慌てて逃げる。それが強者と泣いてござる。ビュービュービューのザンブラ文、ザンブラ文の堂々堂。僕は驚いてマリに言った。まさか、まだ見立てが続くなんて言うんじゃないだろうね。もう犯人は分かったんだよ。ごめんなさい。ただなんだか蛇みたいに見えたからつい。あれは蛇じゃない。竜宮の使いだ。小林さんが言った。深海魚のはずなんだが、どうしてこんなところに浮かび上がってきたんだろう。とにかく島の輪が外れたんだ。あとは船を待つだけさ。
僕はウキウキしてそう言った。だがマリは浮かない顔だったウキウキできる状態じゃないよね、どう考えてもねえ、今のわらべ歌の歌詞で輪っかがほどけりゃというのがあったでしょ。そうだったかな。島の輪は外れたわ。ヘビコも出てきた。偶然だろ。どうして5番だけ最後がザンブラブンの堂々堂になってるの。わからないよ、そんなこと。もしかしたら。その時さっきから聞こえていた音が一段と高まった。それは遥か沖合の方角から聞こえてくる。三木本さんが双眼鏡を僕の手からもぎ取ると目に押し当てた。そして震え切った口調で言った。波、高波だ。一瞬三木本さんが何を言おうとしているのかわからなかった。来る、来るぞ、津波だ。沖の方から白いものが水平線いっぱいに広がってこちらに向かって押し寄せてくるのが見えた。この島を直撃することは間違いない。僕はパニックになりかけた。しかし僕の手をぎゅっと握りしめたマリの手の感触が僕を正気に踏みとどまらせた。うろたえてる場合じゃない。マリを守らなければ。潮が引き、海面が一旦下がるのが津波の前兆だそうだ。一度沿岸になり、今それがほどけようとしている。その揺り返しが来たのかもしれない。小林さんが冷静に言った。おい、あんたは知っとったんか。かまいたちの夜の次の日に津波が来るということを知っとったんか。加山さんが京子さんに詰め寄った。知らないわ。母からもらった資料には津波のことは何も。あの津波の規模だとこの島全体が波に飲まれることは間違いないな、と小林さんが言った。そや、三木本くんの船や。あれで津波が到達する前に。もう遅い。船を出したりしたらもろに直撃を食らうぞ。この島にいた方がまだ安全だ。三木本さんはそう言った。あのクルーザーぶっ壊れちまうだろうな。畜生、まだローン始まったばかりなんだが。逃げよう。僕はマリに言った。どこへ。どこへって。そうなのだ、どこにも逃げる場所はない。地響きのような水温はますます低く深くなる。逃げ場はないぞ、逃げ場はないぞと僕たちを追い詰める。とにかく高いところ。せや、丘の上やったら。そう言って加山さんは丘に向かって走り出した。 OL2 人組もうなずき合って駆け出した。三木本さんは何も言わずに黙ってみんなの後を追った。しかし小林さんと京子さんはその場を動こうとしない。おじさん、おばさん、私たちを一緒に逃げましょう。京子さんはかぶりを振った。私はここに残ります。どうして。私は復讐のために。関係のない人を二人も手にかけてしまった罪深い人間よ。ここで死なせてほしいの。でも京子さんは生き残って法の裁きを受ける義務があります。僕はきつい口調で言った。もちろん京子さんについた死神を払うためだ。しかし京子さんは静かに言った。私が言うのはおかしいけれど、この島で起きた出来事の裏には全部岸猿家の守り神だった、なんだっけ、風波振り神社の神様のご意志が働いているような気がしてならないよ、ならないのよ。私自身にはそんな気がしないのに、二度もわらべ歌の見立てになっていたのはきっと神様のお考えなんだわ。京子さんの口調は落ち着いていた。きっと神様は呪われた岸猿家の血を絶やしたいとお考えだったんだわ。それもこの島で。だから私をこの島に呼び寄せたのよ。そんな考えすぎですよ。私にはわかる。だから私はこの海岸で津波の波を見据えたまま死ぬつもりよ。トール君、京子のわがままを許してやってくれ。確かに無関係の人を二人も殺し、みんなにも迷惑をかけた。到底許されることではない。しかし私には血を分けた娘を殺された京子の気持ちが痛いほどわかる。それに家内を公の場で晒し者にしたくないんだ。頼む、
分かってやってくれ。でも、もちろん私も京子と一緒にここに留まる。あなた。京子さんが驚いたような顔で小林さんを見た。小林さんが優しげにうなずくと、京子さんは何の反論もしなかった。おじさんお願い、逃げて。マリが悲痛な声で言った。おじさんもおばさんも死んだらシュプールはどうなるの。運よく生き残ることができたら、マリ、お前が継いでくれないか。できればお前とトール君でな。小林さんは僕に向き直ると、マリをよろしく頼む。そう言って頭を深々と下げた。僕には何も言えなくなった。村上さんが泣きそうな表情で京子さんを見つめている。地の底で太鼓を叩き鳴らすような音はどんどん大きくなっていき、今は耳を弄するほどに高まっている。行きなさい。小林さんは僕たちに向かって大声で叫んだ。僕は壁のような大波と小林さん夫妻を交互に見比べ、最後の決断をした。僕はマリの腕を強く掴むと、半ば引きずるようにして走り出した。離して、トール離してよ。マリは泣き叫んだが、僕は力任せに彼女を引っ張った。背後から小林さんが叫ぶのが聞こえた。トール君、マリ行きなさい。丘の上ではみんなが立ち止まっていた。見なよ、三木本さんが言った。あの津波の高さ、この丘よりも高いだろうな。この島にいる限りどこに逃げても同じさ。トール、マリが僕の腕にしがみついた。私怖くないわ。生まれた時は別々だけど死ぬ時は一緒ね。僕は涙が溢れてきた。その時僕の頭にある考えがひらめいた。館だ、みんな館に戻るんだ。アホか、あんな潰れかけの建物なんか一発で流されてまうで。香山さんが怒鳴ったが、僕には理由があった。三日月館ができたのは明治時代です。つまり50年前に前回の津波をくぐり抜けているということです。一見朽ちかけたような館ですが、意外に頑丈なのかもしれません。しかし、渋る三木本さんを僕は怒鳴りつけた。もう時間がありません。あの館が持ちこたえる方にかけてみませんか。私行くわ、トールを信じる。そう言ったのはマリだった。それに離れ離れで死ぬのは嫌。生き残るにしても死ぬにしても二人一緒よ。マリ。僕は目の奥から吹き出してきそうな涙を必死にこらえた。今は泣いている時ではない。私も行く。マリの言葉に影響されたのか、かなこちゃんが言った。どうせ死ぬんなら部屋の中で落ち着いて死にたいわ。そう、じゃあ私もそうする。恵子ちゃんも同意した。香山さんと三木本さんが顔を見合わせた。わしも行くで。一人で死ぬのも嫌やけど、夏美がおらん世界で一人だけ生き残るもどっちみち嫌なもんや。よし、じゃあ俺もそれにかけよう。私はここに残る。遅れてやってきた村上さんが言った。館は平地にある。波に飲まれることは確実だ。この丘はそれに比べれば安全だ。おい、あんた。三木本さんが反論しようとしたが、それにハーワーの見えるこの丘から姉さんたちの最後を見届けたいんだ。僕には何も言えなかった。波の音がにわかに調子を変えた。その音は確実にこの丘に近づいている。僕たちは夢中で走った。転がるようにして斜面を下り、黒い防波壁をくぐると館の玄関が見えた。めちゃ入ってくるよ。うわこれ絶対生き残れないんじゃないの。
今窓からめっちゃ水入ってきてたもんね。それから僕たちは暗闇の中で津波の水が引くのをただ待ち続けていた。何の物音もしなくなっても、僕は部屋の中央でマリを抱きしめたまま微動もしなかった。そして、どのくらいの時間が経っただろう。長い長い静寂の後、僕たちはロビーへ行き、玄関の扉を開けた。大丈夫。むせ返るような海の匂い。まだ地面には10センチほど水が溜まっており、大小の魚介類の死骸、ボロ雑巾のようにちぎれた海藻類などが無数に散乱している。割れたレンガ、へしゃげた鉄パイプ、なんだかわからない木の板、半ばからへし折れた太い樹木。あたりは様々なものの残骸で、足の踏み場もないほどぐちゃぐちゃになっていた。館を振り返ると、津波が舐めるように こそぎ取ってしまったのだろう。屋根瓦のほとんどなくなってしまった屋根から、海水が滴り落ちていた。この建物が私たちを守ってくれたのね。マリの言葉に僕は大きくうなずいた。加山さんとケイコちゃん、かなこちゃんも怯え切った表情で外に出てきた。俊夫さんとみどりさんもやつれ果てた姿を見せた。最後にやっと三木本さんが苦笑いを浮かべながら現れた。半ばから飴細工のように折れ曲がってしまった二つの監視塔を横目に見ながら、僕たちは防波壁の外に出た。二つの監視塔飴細工のように折れ曲がってしまったんかい。俺さっき監視塔高いからそこに行けばいいじゃんって言おうとしちゃったわ。森だった場所は巨人が大暴れしたみたいに切り株だらけになっており、青臭い匂いが一面に漂っていた。丘の上から押し流されてきた木々や岩石が天然のバリケードを築いている上、道もなくなってしまっていて、住むのが容易ではない。丘の上に村上さんの姿はなかった。僕は京子さんの言った言葉を思い出した。神様は呪われた岸猿家の血を絶やしたいとお考えだったんだわ。そうなのだろうか。この島での事件は何もかも神のいたずらのようなものだったのだろうか。海岸の惨状は想像以上だった。砂が流出してしまい、ビーチはなくなってしまっていた。ハーバーの3分の1ほどは崩壊し、残りもコンクリートが海面上になってしまって今にも崩れ落ちそうだ。その上、湾自体が大きくえぐり取られ、形状が変わってしまっている。トール、マリが僕の胸に頭をつけて泣き出した。僕は彼女の髪をそっと撫でながら、小林さんが最後に僕たちに向かって叫んだ言葉を思い出していた。行きなさい。小林さんはそう言った。あの時は早く行きなさいという意味だと思っていたが、あれは行きなさいと小林さんが僕たちに教えてくれたんじゃないか。僕はそう思った。ああ、終わった。やっぱ最高のゲームですよね。やっぱこの、なんだろう、昔一番最初にやったサウンドノベルだったから、そんなにこう、なんて言うんだろうね、面白かった思い出あったんだけど、思い出補正かなって思ったんだけど、全然今改めて見たら余計超えてくるぐらい面白かったわ。いやー、まあね、他の編も多分いろいろあるんで、それもやっていきたいと思います。一旦これスタッフロールね、カットしちゃいます。缶。
たんですせ。いやでもキヨさんが犯人だったのはやっぱすごい驚きだな。なんかねえ、なんか田中さんポジションでもないし、一番なさそうだったもんね。おお、びっくりした。予告なんだか空気が重いな。小林さんが言った。そうなのだ。空は晴れてるのにどうして村だけが曇ってる。今読んじゃうとね。歴史とともに伝承に生まれた三日月島、その謎の一端がいよいよ明かされる。なんだこれは。あれは人神、船長が言った。おお、かまいたちの夜の真意とは。やっぱね、かまいたちはミス、本編はね、あくまで、まあ、本編ももちろん本編なんですけど、メインなんですけど、その後のね、他のルートもまあ面白いからね。でん、おわ、すごい。何これ、ロボットじゃん。とんでもストーリーだ。新たな物語への扉が今開く。はい、というわけで続き楽しみにしててください。もうこの次からね、次の編やっていきます。ということで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。